はいどうも、風間優里と申します。私とペットの観察記録、続きを読んでいきましょう。前回は、そうね、なんか主人公が仕事で外に久々に出て L にお留守番をさせた日でしたね。主人公はどこまで行ったんでしょうね。ちょっと遠出をしたように見えたけれど、何の仕事をしに行ったんだろう。契約をしに行ったって言ってたけどね。では続きを読んでいきましょう。今日のエルは朝から元気だ。街に出かけると伝えてあるからかもしれない。ああ、街に出かける。今日街に出かけるってことか。あんなに嫌がっていた装飾がたくさんついた服もおとなしく着ている。表面上はツンと済ましているが、待ちきれないのか、そわそわと私の様子を伺っているのが微笑ましい。どんな交通手段で街に行こうか。選べる？あ、選べる。何、転移って。転移って何ですか？転移って何ですか？どうしようかな。一応セーブしとく？まあ、同じ日に撮ってるんですけど。転移したいよね。転移しようよ。何これ、どういう状況？街で過ごす時間を少しでも長く取りたいので、転移の魔法陣を使うことにした。魔法が使える。魔法陣がある地下まで降りてエルを抱きかかえる。エルはどこか落ち着かない様子だった。今まで体験したことのない移動手段に不安でいっぱいなのだろう。この世界では当たり前のことなのかな。中に入って陣を発動させると、あたりが淡く光った。視界がふわりと揺れる。次の瞬間には、町の近くにある転移所についていた。魔法陣を使う世界。エルと声をかけてみると、エルはフルフルと体を震わせた。どうやら酔ったらしい。酔うとかあるの？転移で。ああ、でもそっか。なんか、時空の歪みとかで気持ち悪くなっちゃうのかな。転移を使えば一瞬で目的地に到着できるが、体質によっては転移酔いを起こす者もいる。転移酔い。初めて聞いた。エルはその体質のようだ。ごめんね、少し休もうねと声をかけて、近くの木陰に移動する。転移酔いの特効薬というのはないから、こういう時には休むか我慢するしかない。酔い止めとかそういうのはないんだね。今が仕事中で、相手がエルでなければ我慢させるが、エルなら別だ。酔いが収まるまで少し待つとしよう。足の上にエルを乗せて頭を撫でる。しばらくそうしているとエルがむっくりと起き上がった。もう治ったのだろうかと思ったが、様子を見る限りそうではないらしい。ただちょっと強がっているだけのようだ。証拠にどこか元気がない。疲れたからもう少し休もうと言うと、エルは仕方ないなというように泣いた。強がりなところも可愛いものだ。エルが元気になったら町へ入ろう。転移酔いなんて存在するんだね。エルが回復したのを見計らって町へ入った。相変わらず賑わっているようだ。街はどんな感じなんだろうね。気になるね、この世界の街。あまりここへ来る機会がなかったから、なんだか久々な気がする。エルはというと、街の喧騒に飲まれたのか、すっかりおとなしくなってしまっていた。緊張しているんだろう。私に身を寄せて、縮こまってしまっている。こういうところはあまり得意ではないのだろうか。しかし、しばらくするとエルは
喧騒のことなどすっかり忘れたようだった。リードがなかったらきっとあっという間に群衆の中へ紛れてしまっただろう。途中、エルが食べたそうにしていた果物や菓子を買って広場で食べた。皿を持ってきていなかったから、当たり前だとはいえ、エルが私の手から直接食事をするのは初めてだ。ざらりとした舌が少しくすぐったい。汚れた口の周りをきれいに拭いて、また買い物に戻った。ちょっとね、手で食べてもらうのは嬉しいものがあるよね。エルは好奇心旺盛だから、何にでも興味を持つのだと思っていたが、どうやら割と好みがうるさいようだ。時間をかけてじっくりと眺める店もあれば、興味がないとばかりにさっさと通り過ぎる店もある。主に興味を持つのは光物。というか、金属製品を扱っている店だ。装飾品や武器。金物かな。ともかく種類を問わず金属が好きらしい。変わった思考だが、これで一つエルの好みが分かった。今度何か送るときに参考にしよう。いろいろと見た中でも、エルが興味を持っていたのが、銀のカトラリーだった。今エルが使っているのは陶器の皿だが、銀が気に入ったのならそれもいいかもしれない。ナイフとフォークもセットになったものだったので、まとめて購入した。皿の裏に名前を彫るサービスをやっているとのことだったので、一つには私の、もう一つにはエルの名前を彫ってもらった。ナイフとフォークはエルに必要ないし、危ないので私が使うとしよう。お揃いの食器だよと笑うと、エルもどことなく嬉しそうだった。夕食は街で食べたので、明日の朝から早速使ってみるとしよう。いいね、お揃いの食器。お、家に帰ってきたかな？はしゃぎ疲れたのか、家に帰る頃にはエルはすっかり寝ついてしまった。起こさないよう、そっと毛布の上に下ろす。きっと今日も楽しい夢が見られるだろう。おやすみ、エル。11ページ目。先日受けた仕事で、望まれていた装置が完成した。なんだ、装置。微調整をすれば、あとは契約相手に渡すだけだ。その前に実験も兼ねてエルと遊ぼう。エルが使えるものなの？なんだろう。窓辺でぼんやり外を眺めているエルの頭を撫でて、外に行こうと誘う。昨日はずっと家にこもっていたから、外に出られるのが嬉しいのか、エルは機嫌よく私の後についてきた。業務上の必要性から、いくつかある温室のうち、今回の実験に一番適しているであろう温室に入る。わあ、綺麗な場所。ここは、エルフたちが住まう森を再現した温室だ。やっぱりそういう世界なんだね、エルフとかが存在する。おそらく、エルフをここに連れてくれば、すぐにでも生活ができるだろう。見ててごらんと言って、私は小さな装置を澄んだ湖に投げ込んだ。装置の設定を最速にしてあるせいか、効果はすぐに発揮された。湖から発生した霧が次第に温室の上に溜まり、雲となる。見た目は普通の雲と何も変わらない。そこから
大粒の雨が降り注いだ。私たちのいる場所以外の全域がその雨に浸される。エルは初めこそ驚いていたようだが、すぐにつまらなそうな顔になった。きっと外と同じような光景を見せられてうんざりしているんだろう。それに限られた範囲に雨を降らせるなど、私も同僚も方法こそ違えど誰でもできるから、そうそう珍しい光景でもない。装置の設定を変えれば小国一つ分の範囲をカバーできるんだが、それを今ここで見せるわけにもいかない。けれど装置本来の機能を教えてあげれば、エルはきっと驚くだろう。この装置で降らせた雨は単なる雨ではない。雨粒の降る場所に器を差し伸べ、雨水が少し溜まったところですぐに引っ込める。エルと呼んでその器を差し出すと、エルは不思議そうに首をかしげた。舐めてごらんと勧めると、エルは警戒した様子で水の匂いを確かめた。ただの水じゃないの？何の匂いもしないはずだが、それがかえって怪しいと感じたのか、何度も匂いを嗅いでいる。それでも好奇心の方が勝ったのか、器の水を少し舐めた。途端弾かれたようにエルが私を見上げる。その瞳は上から差し込む太陽装置の光を取り込んだせいか、淡い緑色に染まって見える。予想通りのエルの反応につい笑みがこぼれてしまった。美味しかったのかな。ああ、甘いんだ。甘い？と聞くと、エルが何度もうなずく。作ったのは、糖を濃縮させた雨を降らせる装置だ。へえ。ひと舐めするだけで、かなりの甘みが伝わってくる。液状のキャンディーといったところか。これを渡せば、私を呼び出したエルフたちは喜ぶだろう。何事もなければ、私の役目もそれでほとんど終わり。あとは向こうの仕事だ。エルフに頼まれた仕事だったんだね。うん。しかし自分で作ったとはいえ、これはかなり甘い。このまま飲むのはいくら甘いものが好きなエルとはいえ、難しいだろう。そんなに甘いんだ。器に溜まった水の中に、近くの木から摘んだ果実を潰して混ぜ入れる。酸味の強い果実だが、この雨水に合わせるにはちょうどいいはずだ。興味津々といった様子で、私の手元を覗き込むエルに少し与えてみる。どうやら気に入ったようだ。時間もちょうど昼時だったので、今日は温室で昼食をとった。エルは森の食べ物が好みだったようで、いつもよりたくさん食べていた。今度一緒にエルフの住まう森へ行くのもいいかもしれない。あー、エルフの森に行ってたんだ。なるほどね。少しずつ明かされてきたな。12ページ目。装置を渡した。相手は予想通り大層喜んでいた。しかし、それを見てもエルが喜んでいる時のような充足感は感じない。報酬だけ受け取って、さっさと帰った。エルフたちと話をするよりも、エルへのお土産を探す方が有意義だ。エルフとエルって似てるけどね、名前が。それに、もともと私が手を貸すのは、装置の作成までという条件だった。最初から最後まで私が遂行しても構わないが、そうすると報酬が膨大になる。
彼らはそれを惜しんだのだろう。だから、あとは好きにすればいい。装置をどう使うかも彼ら次第だ。もっとも、使い道はもう決まっているようだが、何に使うんだろう。お土産だよと言って、小瓶の中身を L 用の皿に開けると、L は驚いたように目を丸くしていた。L のために星を取ってきたんだ。星?とわざと真面目な顔をして告げれば、私と皿の中身を交互に見比べて、首をかしげる。あれかな、コンペイトーみたいなものかな。もちろん冗談だ。さすがに空に輝く星は取ってこられないし、そもそもあんなものは、両目で見るなら、綺麗だが、手に入れてしまえば単なる巨石に過ぎない。持ってきたのは、星を模した砂糖菓子だ。じゃあコンペイトーだ。ペット用のものが売っていたので、つい購入してしまった。たまーにね、食べたくなるよね。小さなそれが色とりどりに詰まった小瓶は美しかったし、エルは甘いものが好きだから、きっと喜ぶだろう。それ以外にも、様々な細工菓子があったので、すべて少量ずつ買い求めた。花の砂糖漬け。薄い糖衣に様々な風味のシロップが閉じ込められた菓子。繊細な飴細工。かつて細工菓子を名産としていた地だけに、それらは本当に菓子かと疑いたくなるほど美しかった。もっとも、今では砂糖そのものが貴重品になってしまったようで、徐々に技術が失われていっているらしい。もったいないことだ。砂糖が減ってきちゃってるんだね。どれも透明な瓶に詰めさせたので、外からでも細工の妙が確認できる。瓶を取り出して並べるたび、Lの目はキラキラと輝いた。その後、皿の上の砂糖菓子に視線が向く。もしかして、これも?と言いたげに、見上げる瞳に笑ってうなずき、砂糖菓子を一粒手に取って、L の口に運ぶ。私の手から直接食べてくれるだろうかとも思ったが、そんな心配は杞憂だった。共に生活して警戒心が緩んだのか、それとも好奇心の方が勝ったのか。L はすんなりと私の指から砂糖菓子を食べてくれた。カリコリと砂糖菓子を噛む音の後、L が嬉しそうに泣く。もう一粒と口に運ぶと、やはり食べてくれた。どうやら直接私の手から食事をしてくれる程度には、L は懐いてくれたらしい。ただ、一度に砂糖菓子を食べさせたせいか、夕食はほとんど入らなかった。ああ、お菓子食べすぎちゃったんだね。今度おやつを与えるときは加減しなければ。よかったね。だんだん心を開いてきてくれてるんだね、L も。はい、では今回はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。さよなら。